の日を迎えるまでにですね、もう膨大な作業があったん でこの24時間でも世界中いろんなことがあってちょっと今来てますので、はい、ここ今ここに、心を整えて座っていることにちょっと感謝です、はい、実はこの L スタディは自分で言うのなんですけど、多分世界が注目していて、それはやっぱり技術の扉とビジネスの扉と、それからルール作りの扉を全部いっぺんに開けるからですね。ドッキングプレートをつけていただけたら、うん、それを目標にして私たちの赤茎がゴミになった後回収することができます。でこれから打ち上がるデブリを、はい、増やさないですね、というアプローチができると考えています。私は今こちらカザフスタンのバイコヌール宇宙基地にいます。バイコヌールはですね、このように砂漠が延々と続くといった景色をしております。より良いサステナブルな宇宙環境の実現に向けて、打ち上げが良い結果となることを心より祈っています。今度こそ宇宙へ Go エルサディ。私たちは SDGs の探究学習でアストロスケールさんにお世話になりました。せーの、エルサディ頑張れ。極めて残念、今打ち上げの瞬間を一緒に見守りたかったんですけれども残念なんですが、ただですね、これは悪くはないことです。やっぱり、ね、ロケットっていうのは打ち上げる直前までいろんなことを確認してるんですね。それで何かがあったんでしょう、何かを発見して確認のために時間を取るっていうのは極めて大事なことなので、はい、はい、もう一度仕切り直しということですね。がまたありました。これは点火されたんじゃないでしょうか。え？あれ？これが打ち上がってるの。僕数字が見えない、ごめんなさい。あ、打ち上がってますよ。すごい。あ、上がりました。上がりました。OK、時刻通りですね。素晴らしい。あ、おそらく今信号を確認していると思います。これは CG だからですね。はい、ガーリングも一緒に回答しましたね。夜ぐらいにエルサディが分離されるのでですね、夜にはそれで起動されますね。はい、はい、3番目が分離されましたね。拍手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 。それなかなかです、私たち拍手慣れてないのはこの後に膨大な作業が秒単位であるからなんですけども、まあ、ひとまずは一安心ということでできるんだところもあるんですけれども、またちょっと気を引き締め直してこれから取り組んでいきたいと思います。でもとりあえずまずここまで、なんとか打ち上げまで来れたというのは皆さんの本当のおかげですので本当にありがとうございます。